動画の視聴ありがとうございますここでは新15ヶ月効果コーススタンダードプラスのカリキュラムの方を説明していこうと思います、えー、担当は私レックスニコ氏根本障子と申しますよろしくお願いしますこちらのスタンダードプラスという講座カリキュラム特徴は何かというと二回しという点にありますこちらが通常の15ヶ月コースこちらのカリキュラムですこのカリキュラムに入る前に 基礎編というもので強い基礎をつけておく強い基礎をつけた上で本体に入っていくこちらの方のタイトル見てください全範囲ををする知識を核から層へと拡大まずはじめに全ての科目について知識の核となる部分ここを作っていきますでその後に改めて全科目についてまたゼロベースから説明をしその核に どん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 付け加えをしていきます一回角を作ってその後に層を重ねていくとこれがこのスタンダードプラスの大きな特徴です初めて勉強される方使用書試験難しい自分でもついてこれるかなやっぱりいろんな不安を持つと思いますそこでまずは本当に角になる部分をしっかり作ってから徐々にやっていこうよとというのがこちらのカリキュラムです そのためなんですが、こちらの基礎編については、通常の講座テキストとは別の講座テキストを使っていきます。はい、こちらが基礎編専用のテキストというものです。見てもらうとわかると思うんですが、いろいろなイラストなどが豊富に入ってます。また、文章についても硬い表現ではなく、柔らかい表現、話し言葉の方に入っています。こういったとにかくわかりやすい、 テキストを使って基礎を作っていくでその後、本体に入ったらそれにどん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 論点を積み重ねていって合格レベルに引き上げていくとこちらがこのコースの最大の特徴ですでは中身をもうちょっと詳しく見ていきます、はい、まず冒頭で全体構造編というもので全科目の大記音を見ていきますでその上で、 基礎編というところで全ての科目についての核になる部分をやっていくそしてそれをちゃんと取得できるかどうかテストも行っていきますこの後に本体の講義これが127回全科目1科目ずつやっていきますそしてなんですがこちらの方に実践アウトプット演習講座というのがありますオプションの講座になってますこちらはイメージ言うと、 その週にやった内容のアウトプットを一緒にやっていこうというコンセプトです。例えばある週は土曜に2コマありました。その土曜2コマ分で解ける問題を一緒に解いていこうと。でその時にはじゃあこちらの「イ」の足これはブレイクスの何ページ載ってるよ。「う」の足は何ページ載ってるよ。「え」は何ページ載ってるよ。講義でこう説明したよね。でそれをこう引っ掛けてるんだよ。こんな感じで講義でやった内容を どうやってアウトプットで使っていくかということを毎週やる予定になっています。時たまない週もありますがその点ご了承ください。はい、こういう形で講義を聞いてアウトプットを一緒にやる。講義を聞いてアウトプットを一緒にやる。ということをやっていきます。そしてその科目が終わるタイミングでちゃんと知識が入っているかのテストを行っていきます。これが全科目卓一到達とチェックテストと。 というものになってますべ、はい、ての科目分野が終わったタイミングのところまた都度のところでこういったものを行います。講師オリジナルブラッシュアップ講座。これは本試験が7月に行われます。その7月に行われた本試験を踏まえてこの分野はもっと掘り下げた方がいいぞと,というところがあればそこを追加する講義になります。本試験の傾向を踏まえて今年はこの一手がいるとというのがこちらのオリジナルブラッシュアップ講座と思ってください。 そして4月からはいわゆる当連テスト模試が行われます生鮮当連ファイナル編この試験は午前科目後科目に分かれてます午前科目4回試験後科目4回試験バラバラにやっていくのがこちらの生鮮当連ファイナル編というものですそしてその後、1日かけて全科目を行う全国公開模試全国スーパー公開模試それがそれぞれ2回 全部でで回行われ、7月の本試験に挑んでいきます。こちらは私が担当する1 5ヶ月コース空き巣スタンダードプラスというものになります。まだまだお話ししたことはいっぱいありますが、こちらの方はまたガイダンス等でも説明していきます。ぜひガイダンスの方のご視聴もしてみてください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。